これからね、あの人形劇を始めたいと思います。今度の人形劇はね、このちっちゃな舞台がね、あのここが人形劇の舞台ですからね、ここはよく見ててくださいね。さっきみたいに動きませんからね。おじさんね、これから始まるのはね、パンチ君大暴れというお話なんですけれども、パンチ君の人形がどっか行っていなくなっちゃったの。どうしよう、もうパンチ君の人形行きがないね、人形行きできなくなっちゃうね。主人公がいなくなる。どうしようかな。みんな大きな声でパンチ君呼んでくれる？おじさんがね、1、2、3って言ったらパンチ君って大きな声で呼んでみて。いきますよ、1、2、3。パンチ！さあ出てきてくれるかな。あら、パンツが出てきちゃった。なんだ、ちょっとみんな発音があるんじゃないの。パンチじゃなくてパンツです。おじさんも間違えちゃった。今度間違えないようにね、パンツじゃなくてパンチ。1、2、3。パンチ！はい、出てきました。はい、これパンチですよ。かわいいでしょ。あんまりかわいくなりそうですね。パンチ君っていうのはね、日本人じゃないです ね、外国人なんだけど、どこの国だと思います、この人。どこの国？あ、イタリアという。イタリアはかなりいいなんだね。ほんと昔はイタリアだったの。でもね、それからね、ずっとね、ちょっとどんどん北の方に行きました。どこでしょう。イタリアから北の方に、地理の勉強だね。イタリアの北はなんていう国？フランスですね。フランスの上は海なんですけど、海をちょっと渡ったところかな。そうイギリスですね。イギリスという国にね、今から300年ぐらい昔だから、昔ですね、パンチ君生まれましたよ。でパンチ君はね、こんな変な顔をしてんだけど、イギリスの子供たちはね、これが大好きなんだって。今でもね、パンチ君がお芝居をすると、イギリスの子供たちが一生懸命応援してくれるそうですよ。皆さんはどうかな。さあ、パンチ君お芝居ですよ。こっち寝てみようかな。
どっか行っちゃうんだから、まさかまた寝てるんじゃないでしょうね。まだ寝てたわ。はい、隣のおばさん、僕のこと見るとね、すぐ隣つけんだよ、あのおばさん。おばさん、おばさん、おばさん、お姉さん、僕なんかかよ。失礼しちゃうね、人のことを起こしてて、プーなんて向こう行っちゃうんだからね、もう。鬼ババ、なんか言った。びっくりした。ねえ、パンチ、わびの、僕にですか。うちのトビーちゃん知ってるでしょ。トビーちゃん誰。トビーちゃんよ、ほら、うちの可愛いワンワンちゃん。あのバカな犬。可愛いワンワンちゃんね。そうなのよ、うちのトビーちゃんのね、犬小屋が壊れちゃったのよ。あんた直してくれる。まあ、嫌なの。嫌ならいいわよ、やります。僕はね、人に頼まれたら嫌と言えない性格だから。というわけでね、おいら今日は一日中ね、寝てようかと思ったんだけど、そんなわけでね、犬小屋作ることになっちゃった。みんなさ、犬小屋ってなんでできてんの。そうだ、木探してこいよ。あった、もうめっけちゃった。早いね、こんな大きな板めっけちゃった。いやー、大きな、これ、この大きな板をね、ちょっと切りたいんだけど、なんで切ればいいのかな。包丁の方向に向かってきた。包丁がないんだよね。そうだそうだ、だってハサミね、ハサミさがいい。ハサミがない、ノコギリ。ハサミがないんだよ。そうかそうか、なんだ、ナイフね、ナイフ。
肝心なんだよね。ここでいつも失敗するんだ。このところでね、失敗しないようにしないとね、素早くやらないと麦が出てきちゃう。なんかすごく嫌な格好ね、これ。これ一日中こうやってんの？この足溶けるとこ入れてくると思う？思わない。じゃあちょっと溶けてみようかな。あ、大丈夫だった。いや、疲れたね。あ、疲れた。疲れたから、ちょっとだけおねんねんしよう。今何が出てきたの？でもね、君の井上が作ってるところだから、うるさい。でもね、だから、あのちょっとでも疲れたからお休みしてんの。邪魔しないでね。うるさい。向こう行ってなさい。こっち来ちゃダメですよ。邪魔しないでね。なんでこっちに来るの？向こう行ってなさい。なんでこっちに来るの？向こうに行ってなさいって。暴力するの振るってんじゃん。あ、
あら、暴力じゃない、おいらの方暴力を言ってたおまわりさん、ちょっとおまわりさん。はい、逮捕する。おまわりさんまでやっつけちゃった。子供がいけないんだよね。子供を持つとね、おいら悪い子になっちゃう、ね、そうだ、この棒をやっぱり捨てよう。はい、1、2、3、はい、捨てました。捨てないで、持ってるな。持ってるで、ほんで今度こそ捨てます。1、2、3、はい、捨てます。あ、じゃあみんなが1、2、3って言ってくれたら捨てます。せーの、1、2、3。またいい子になれちゃった。あ、みんな、みんなのおかげでいい子になれました。どうもありがとう。あ、いい子だからおねんねしようと思ったけど、なんかおねんねしてもつまんないね。あ、そうだ、あのさ、いい子だから、なんかいいことしたいんだよね。あ、誰が来る？あ、今度は女の子。泣いてるよ。どうしたんだろうね。どうしたの？かわいそうに女の子が泣いてる。どうしたの？困ったな。ね、顔上げて、おいらに巻き話してごらんなさい。もう困っちゃった。どうしたの？私のお父様が、あんたのお父さんどうかしたの？長い間病気だったのでございます。病気だったのかわいそうだね。ところが今日どうぞ、どうしたのどうしたのどうしたの？死神がやってくるのです。え、死神？死神がやってきて、お父様を地獄の底に連れて行ってしまうのです。ということは、あんたもお父さんと死んじゃうの？はい、どうか悲しいことだ。わかった、僕がその死神をやっつけてあげるよ。あなた様が、うん、どうね、死にパンチってくれて強いんだよ。名前なんつうの？ジュディと申します。ジュディさん、あのね、皆さんね、このジュディさんのお父さんがね、病気になって死神に取り憑かれちゃったんだって。それでね、僕これから死神大臣に行ってくるんだけど、みんな応援してくれる？え、ちょっと待って、知らない。あの子使えば、ギロギロギロ、それだ、ギロ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 、私は死神だ。死神だ。私の姿見えるかい？私の姿を見たいかい？よし、出て行くから泣くなよ。これが私だ。怖いだ。えらいことだよ、これは。いや、そう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 。持ち物なんだよ。子供にバカにされるから。間違いない。これが私だ。怖い。また間違いない。これこれ、昔からね、死神の持ち物はこれに決まっとるの。これが私だ。怖いだろう。ギロギロギロ、誰に取り付いてやるかな。向こうからパンツが来る。のやつに取り付いてやるのじゃ。ガタ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 。いやー、おいら、あれと大きなこと言ったから、ちょっと怖いかな。体がなんか震えて、震えが止まらないんだな。震えると止まれー。あ、止まったと思ったら、少しが抜けちゃった。向こう行って、ギロ。向こう行って、ギロ。向こう行って。
って議論、向こう行って議論、こっち来て議論。こっち来て議論。お父様がすっかり元気になったのよ、お父様。ポンチも
子、どうもありがとう。おかげでこの通りしっかり元気になりましたよ。本当にありがとう。アンチ、ジュニーさん、お父様、本当にありがとう。アンチ、ジュニーさん、お父様、お父様いいよ。ありがとう。アンチ、ジュニーさん。応援してくれたおかげで死神をひとまずどっか行ってくれました。死神って死なないみたいだね、みんなもね、死神に取りつかれないように気をつけましょうね。というわけで、おいらの死神退治の巻はおしまいでーす。はい、というわけでね、みんなもね、一生懸命今日は人形劇を見てくれました。またね、どっかでね、おじさんとお会いする日があるかもしれませんからね、その時はまた今日みたいに楽しく人形劇を見てください。どうもありがとうございました。